ねえ、ちょっと顔映ってよ、一緒に。やだ。なんでよ。ダメ。ヘリ君。やだ。スプラトゥーン公式とは無関係なんですけども、まあ、マニアが集まるイベントに行ってきました。とても人が多かったです。こういうイベントを行った時に少し気になっていたことがあったので、企画として動画を撮ってみました。スプラトゥーン2には、イカチャというモードがあるんですけども、このモードはオンラインに繋いでいなくても、スイッチ自体のワイヤレスで通信ができるという、友達と遊びやすいモードなんですけども、もしかしたら会場にいる人とマッチングがするのではないかという疑問があったので、会場で部屋を探したいと思いました。はい、今これオフラインなんですけど、見えますか？大丈夫ですか？今オフラインなんですけど、ここでイカッチャに入ろうと思います。顔映んじゃん、これ映すよ、モザイクかけないでこれイカッチャってモード、これあのオフラインでもできるんですよ、うん、ね、あのこの部屋を探すってところして、もしかしたら今こういうでっかいイベントやってるんで、もしかしたらいると思うんですよ。探していきたいと思います。いないね。でもさ、さっきさ、ちょっとコツアンド知ってて、L と R 押して、スティックボタン押すと、なんか読み込むみたいな、あったじゃん。隠しモードって言ってたよね。あ、これ。まだモザイクかけないと。無理だ。あ、ダメだ。これ出ないんだ。うわ、なにこれ。むずいっしょ、それこれが分かった、なんだこれ。分かるセンサーが真ん中じゃないんだよ。おいいね、いいよ、着地がりないぜ。バーン、チャージ落とせ。あーや、あー、しんどかったね。そういうことしたら、そのチャージパンクだけ。おー、ナイス。あ、登れへん、ここ。自分は登れば、パブロは暴れちゃったんですね。ナイス、あー、惜しい。もう自分がやばい。自分やばいな。これ俺に任せて。パブロ4回、5回。離されちゃった。負けたからね。これ負けました。いや、これはもうパブロの信頼に。